収録シナリオで言うと、うん、僕は突然消えるんですよ、うん、切りかかったところ切りかかるところにボイス入ってたかな、そう絵的には切りかかる、絵的には入ってるんですけど、はい、ボイスがね、うん、あ確かに入ってなかったかなんかで、はい、なんか普通の、うんうん、よしみんなで頑張ろうなぐらいのセリフを言った後、はい、エンディングなんですよあれ俺どこの間何してんのこいつって思って、もうあれから一切セリフってないんだ、あれなかったでしたっけ、あれじゃない、いっそ格好がつかない、元通りすぎていっそ格好がつかないなって、はい、あの一言だけエルピスの花がバーってなった最後のありましたね、最後のとこですね、うんうんうん、そう、そこまでないんですよ、はい、ああそうね、確かにウルティマトゥーレに行った後のセリフがないんですよ、はい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 、だから台本見せて俺この間どこなんか他のやつはなんかで間で、うん、あのラスボス戦の時に、はい、うん、みんなで、うん、なんかこう同時に喋るセリフ、うんうんうん、あれだけ撮ったんですよ、うんうん、俺この間どうなったの全然分かんなくて、それは中村さんには全くじゃあ説明はないんですか、はい、そう、そこら辺はやっぱり気を使ってくれて言ってくれない、うん、この後あいつ消えますみたいな言わないんで聞かれたら答えるんですけど、そう、はい、プレイヤーである方ができるだけ、そうそう、直前のセリフがあれば、はい、とがきというか見えるところでわかるんですけど、結構手前なんで、うんうん、これから行こうぜみたいに言うところから、うんうん、次の送っていくともう、はい、なんか達成したセリフになってるいやだってあれ衝撃でしたよね、いや本当にそうで、ゲームやったら分かったんですよ、ね、あ消えたんだヒュッて消えたんで、セーラームーンの最終回かなっていうくらい一人一人いなくなっていった、それぞれがね、それぞれの戦いに、そう、ただあいつだけ無音でいなくなるっていうのがちょっと面白くて、残りのやつ結構喋ってから消えるやんけどでも逆に言うとサンクレットがなければ、うん、そもそも全員終了だったので、まあ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 、あの星全体を形作ったのがサンクレットの守るって思いだっていうので、僕らサンクレットにそこをやってもらったんですよ、納得してるんですね、まず最初にでもサンクレット的にはね、だからこそあのサンクレットが直前の大人組のあの、うん、食事会で、はい、俺も変わったなっていうセリフをやってもらったじゃないですか、あれ良かったですね、そう、はい、あれを受けた直後だからこそあそこに持ってこさせてもらったんですよ、本当にちょっとなんか行月をクリアした人たちの感想を見た時に、うん、あの時にはサンクレットだけ死ぬんだなと思ったらしいんですよ、うん、みんなそうでしょ、みんなそう思った、あいつパパリボになりやがったってみんな思ったらしいんですよ、いやちょっと思いましたよ、ただ、うん、次のやつがなんか新しい展開になるたびに、はい、うん、俺はって言い出したから、うん、あのこれは全員帰ってくるってみんな途中で分かったらしいんですよ、全く同じこと思った、 それまではサンクレットあいつって思ったっていうのがちょっと笑っちゃってそう何かの犠牲になっちゃったのかなって、いやでもあそこで結構辛いのは、うん、そのエスティニアンが言った時点で、うん、 あ、 はい、うんうん、あ、これはどう考えても、うん、ね、最後全員帰ってくるなって思うじゃないですか、うんうん、でも思っていながらも、うん、そのどう何を残し何によってっていうところが、うん、そのちゃんとなんていうんですか、規定路線にならないように、うん、そのちゃんとそれぞれの絶望に対しての答えを描くは、うん、本当難しいところなんで、うん、なんかあそこがうまく伝わるといいなとはすごい思ってました、うん、終盤調整してて、